say for walking out on us? Oh, or am I losing time? と、こんにちは。ザワチャンネルです。今日でね、こちらザワチャンネル陸上魂15回目と、いうことでね、まあ、時々ちょっとね、毎週毎週と言っておきながら、サボりがちなところもあるんですけれども、しっかりとね、30分、40分、陸上トークでね、埋め尽くして、皆さんと一緒に陸上盛り上げていきたいと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、ということでね、なんと、今日の陸上魂、まあ、しょっぱな、ついにですね、コメント、お便りが届きました。まあ、そちらをね、ご紹介したいなと、いうふうに思うんですけれども、ペンネーム、5000メートルネガティブラップさん、ザワさんが、一番好きな印象に残っている選手って誰なんですかと、いうね、まあ、質問の方は、当たり障りのないと言いますか。はい。こちらをね、いただいたんですけれども、まあ、これよく聞かれますよね。YouTube ライブなんかもやっててもですね。今一番注目してる選手はとか、いろいろ聞かれるんですけれども、まあ、今まで、まあ、僕の、まあ、歴代ですよね。ざーっと、見てきた中で、まあ、個人的にですよ。個人的に、まあ一番好きな選手、好きだった選手っていうと、まあ一番先にね、真っ先に思い出すのは、元中国電力、五十嵐、紀明さんなんじゃないかなっていうふうにね、僕はやっぱり思うんですよね。まあ、まあこれを聞いてる方でね、五十嵐紀明さんと聞いて、ああ、はあ、はあってなる人はかなりの陸上通だとは思うんですけれども、もう五十嵐選手、どうですかね、もう2007年、8年ぐらいにはもう引退されているので、もう引退してもう10年以上、経つね、選手でも、もう15年ぐらいになりますかね、経つ選手ではあるんですけれども、2000年前後、本当にね、陸上界を盛り上げた選手の一人で、まあ、特にですよ、五十嵐さん、まあ、特にやっぱり2000年の時の福岡国際マラソンですよね。五十嵐選手これ走ってるんですよ。で、まあ、当時としてはやっぱり、まあ、今はもうサブ10してもうなんぼだっていうようなね、もうサブ10はもう通過点みたいな認識になっちゃってますけど、まあ、当時のやっぱりサブ10っていうのは本当今で言うともう2時間6分であったり、うん、それぐらいのね、まあ、価値あると言いますか、いや本当にわ出たなっていうね、記録だったと思うんですけれども、この2000年のね福岡国際マラソンで五十嵐選手出すんですよね、サブ10を。2時間9分っていうタイム出すんですけれども、でめちゃくちゃテレビも映ってたんですよ、映ってたんですけれども、そこで、まあ、2000年の時に皆さんピンとくる方はねいらっしゃると思うんですが、藤田コーチ、今駒澤大学でね、親木監督の下でコーチをやられてる藤田さんがここで日本記録を出しちゃったんですよね、2時間6分っていう日本記録を出しちゃった。で本当であればこの五十嵐選手の、日本人2位だったんでね、五十嵐選手にスポットダーンと当たってっていうところだったんですけれども、まあ、とんでもないタイムを、藤田さんがね、この大会で出してしまったので、めちゃくちゃこの2時間、10分切り2時間9分台、しかもこれ五十嵐選手 のベストだったんですよね。で結局その後もこのベストを上回ることはなかったので、まあ、これが生涯ベストになってしまったんですけれども、すっかりと、霞んでしまったと、まあ、不運のと言いますかね、だからすごい選手でもあるんですけれども、この大会に関してはちょっと不運だったなっていうね。でも苦しみながらもね、結構フォームに特徴のある選手で、もうめちゃくちゃ顎が上がるんですよ、フォームとして、走ってる。めちゃくちゃ顎が上がって、あ、もう限界なのかなと思うんですけれども、結局そのまま行っちゃうみたいな。そういったね、ちょっと変わったフォームというか、まあ、最近で、まあ、最近ってわけでもないですけれども、早稲田大学が、3冠やった2010年、11年シーズン、6区の、山下り、早稲田大学、担当しました。高野さんとかね、やっぱ顎が上がってからでもそのままでカーッとね、行くとか。あと、今で言えばやっぱり東海大学の、
石原選手なんかもね、石原ショータイム、まあ、今年のね、明日ありますけれども全日本大学でもしっかりと、エントリーされておりますけれども、石原選手も結構ね顎が上がってから、そのまま行っちゃうっていう、顎が上がってからの選手っていうね、イメージあると思うんですけれども、まあ、そういったちょっとね変わったフォームで走るところに僕もこの五十嵐選手に、魅力を、感じまして、いまだにねやっぱり五十嵐さんのレースとかっていうのは YouTube とかでね、時々、見させていただいてるんですけれども、はい、もう、まあ、僕と5つ違うんですよね、五十嵐さんっていうのは。だからもう今僕は45なんで、まあ、五十嵐さんはもう50歳と、はい、今年もう50歳になったかな、ぐらいだと思うんですけど、今あの中国電力そのまま残られまして、まあ去年の情報なんですけれども、東京の方でとある部署のもうチーフマネージャーまで、出世されているということで、ね、まあ、中国電力でね、そういったあの営業職とかで出世といえばね、やっぱ原監督なんかを思い出すと思うんですけれども、やっぱ今ねこの五十嵐さんが、出世をされて、しっかりとね、仕事を頑張っているということなので、いや本当にね、これからも何か、機会があればね、この五十嵐さんに、僕もね、お会いする、僕一度もお会いしたことはないので、一度ね、何かしらご縁があれば、機会があれば、お会いしたいなというふうに思っております。いや本当にね、コメントの方、ありがとうございました。まあ、こういったね、コメントをいただけますと、このね、動画のネタにもなりますので、皆さんぜひぜひどんどん、何か、疑問に思ったこと、コメントしたいこと、ありましたらね、ぜひぜひ、お送りいただければなというふうに、思います。さあさあ、長々とね挨拶になってしまいましたけれども、早速それでは、陸上魂今週も始まります。はい、ということでね、今日も早速、始めてみたいなと、思います。2022年11月5日12時第15回目、陸上魂と、いうことでね、ちょっとね、懐かしい、往年の名ランナー、五十嵐選手のね、話がちょっと冒頭出ましたけれども、いや懐かしいですね。いやこれもしかしたらね、こういった動画がね、五十嵐さんもしくは中国電力の関係者の方に届いてるかもね、知れませんのでね。いや前回、箱根駅伝予選会の、ことを喋った、陸上魂やったと思うんですけれども、あの時に僕、初めて、予選会のね切符を使いました清和大学さんをちょっと、取り上げさせていただいて、まあ喋ったんですけれども、後々、聞いてみるとですね、清和大学さんの関係者の方も、これをね、聞いて、耳にしていただきまして、ちょっとした反応があったということなので、いや本当にいやもう誰が聞いてるかねこれ分かんないんだなということをね、改めてこの YouTube というものの、怖さ凄さをね、実感いたしました。いや本当にね、責任持ってしっかりとね、楽しく、これからもね続けていきたいなというふうに思うんですけれども、さあさあ皆さん、先週はね、女子の森の都駅伝が、終わりまして、名城大学ね、僕も動画、フワセイラ選手の走りを中心に作りましたけれども、6連覇と、いやーすごいですね。ちょっとまだまだちょっと名城大学、まあ今年で山本選手小林選手っていうのがねもう卒業するとは思うんですけれども、まだ、力のある下級生もおりますし、で今回出なかったね、原田選手という今年のスーパールーキーも、まだまだ、温存中ということなので、もしかしたらね、12月の、選抜駅伝富士山の方でね、出走あるかもしれませんけれども、まだまだちょっと明治大学の牙城を崩すにはちょっと他の大学もう一皮もう二皮、向けたね、戦力が必要なのかなと。レベルはね本当にね上がってるとは思うんですけれども、まああれだけね、区間賞区間賞区間賞と連発されてしまってはね、なかなか他の大学は厳しい、ものがあるのかなっていうふうにね、思ったんですけれども、さあ、今週ですよ、いよいよね、もう明日もう今頃にはもうアンカー区間ぐらい入っているんじゃないかなってね、24時間後、1日後にはね、アンカー区間もうレースも終盤っていうところじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、全日本、大学駅伝が、アスタジングスタート、
そしてね、伊勢神宮を目指して、開催されると。時間の方が、テレビの方がね、朝日系列で7時45分から、始まるということなんですけれども、スタートは8時5分と、いうことなんですよね。で、今日、そうですね、朝日新聞を撮られてる方っていうのはね、分かってると思うんですけれども、朝日新聞に、全チームのね、エントリー状況、情報、そして、補欠メンバーも含め、本員メンバーも、含めね、すべて、載っているところが、しっかりと一面二面、ぶち抜きでね、ありましたので、ぜひぜひ、取られてない方はね、買って明日の、なんていうんですかね、資料といいますか、してもいいと思うんですけれども、もしも、興味ある方は、お買い求め、いただきたいなというふうにね、思うんですが、さあ、どうですかね。皆さんいろいろとね、思うことがあると思うんですけれども、当日3名までね、変更が効くということなので、結構各大学、仕掛けてきているところはやっぱりね、仕掛けてきているのかなっていうね。だってもう駒澤大学なんて入ってないんですよ。山野選手であったり鈴木選手であったり、そして花尾選手であったりっていうのがね、補員なんですよね。サブメンバーなんですよね。でもその今のエントリーですよねを見てもなんかこれいけちゃうんじゃないかなっていう思う選手層にプラスそれだけの主力メンバーがまだサブメンバーで控えていると、いうことなので、ちょっとねこれは駒澤大学、今回もねちょっと手がつけられない、2年前かな、大会記録出したレース、あると思うんですけれども、それをね、上回ってくる、もしかしたら5時間10分切ってもねおかしくないんじゃないかなっていうね、高速レースに、なってしまうんじゃないかなっていうね、予感がね、いやこのメンバーを見ちゃうとちょっと期待しちゃいますよね。で、それに続く青山学院大学もやっぱり出雲でね悔しい思いをしてるんで、今年こそっていうね、全日本っていうふうに思って、去年も、悔しい負け方をしているので、今年こそはっていう思いっていうのは本当強いと思うんですよね。そんな中でやはり、青山学院大学もエース級のね、近藤選手、そして、中村選手を、サブメンバーにまず温存ということで、駒澤大学の、田澤選手が、7区に、入ったことによってっていうところをね、見てみたかったんじゃないかなっていう、田澤選手がどこの区間に来るのかなって、でそれに合わせてこう当てていこうかなっていうふうには思ってると思うんですけれども、さあこの作戦がね、吉と出るか、京都出るかと、いうことだとは思うんですが、でそれに続くのがやはり、国学院大学、こちらもさあさあ、中西選手ね、こちらもエース級の中西選手がサブメンバーということで、後半の2区間ですよね、7、8、ここに、平林選手と伊地知選手が入っているので、これはまず動かないだろうということを考えてくると、やはりこの中西選手の起用っていうのは、前半区間、はい。前半区間でのこのゲームチェンジャーですよね。カンフル剤として、前半区間に、投入されてくるんではないかなと、いうふうに思います。やっぱりね、駒澤大学の戦力がちょっと一つ頭抜けているので、駒澤大学が本命で、それに続くのが、青山学院大学。で、国学院大学。で、また順天堂大学であったりっていうのはあると思うんですよ。で、その次に来るのが、中央大学かなっていうね、感じですよね。中央大学も本当にムラのない区間配置といいますかね、メンバー、組めております。ほぼベストメンバーなんじゃないかなと、いうふうに思いますし、そして中央大学も吉井大和選手であったりね、あと中野選手をね、温存というかサブメンバーに入れてるんですよね。で、ここで、吉井俊介選手がね、3区に入ってるので、もしかしたら、2区であったり、4区であったりに吉井大和選手が入ってきて、この兄弟のね、たすきリレーがもしかしたら、これ実現するかもしれない。そのあたり、藤原監督もね、もしかしたら考えてるのかなっていうのもちょっと楽しみなところはあるんですけれども、ここにそうですね、そのやっぱ中野選手であったり吉井選手がまた入ってくるということなんで、かなり中央大学もね、上位に食い込んできても、おかしくないんじゃないかなっていうふうにね、思うんですよね。で、そんな中でですよ、そんな中でもやはり一番気になるのは、僕もちょっとツイッターの方で結構つぶやかさせていただいてるんですけれども、大東文化大学。いやもう期待せずには
いられないと、いうことで、で大東文化大学もね、まだサブメンバーに、ピーター・ワンジル選手であったり、まあ、木山選手であったりっていうね、まあ、力のある、選手がね、まだまだサブメンバーでいますんで、またこのピーターをまたどこに持ってくるかっていうのもね、かなり大東文化大学、面白くなってくるんじゃないかなというふうにね、思うんですよね。まあ上等手段的にやはり、アンカー区間であったりの方、まあ、終盤に持ってくるのか、またまた、前半区間ですよね、ゲームチェンジャーとして前半区間に持ってくるのか、まあ、このあたりがね、まあ、マナコ采配のねちょっとね見せどころじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、まあやはり力はあるんですよね、やっぱりね。その駒澤大学に勝つとか、まあ先ほど名前挙げた青山学院大学とか、そうですよね、国学院大学かに勝つとかってなると、まあいろいろと、まあ博打じゃないですけれども、まあ攻めていかなければいけないというふうには思うんですけれども、まあ今回大東文化大学、まあ予選会のね、まあ疲れもあると思うんで、まあそこまでは狙ってないと思うんですよ。まあとりあえずはやはりシードだろうと。シードを狙っていこうというところだと思うんですよね、まあ名古屋監督時代もね。ということを考えてくると、まあシードを取るレースをしてくればいいということなので、いけるんじゃないかなっていう、やっぱ期待はありますよね。だから本当に、大東文化大学、力はあるので、まあそういったところでシードはこれしっかりと、取れるね、戦力で、この全日本、臨んでいるんじゃないかなと、いうふうにね、思いました。さあ、まあしかもね、真名子監督、あ四日市の、ね、四日市工業高校、出身なので、もうほぼ、まあ地元ですよね。なので、真名子監督のね、まあこの地元で、果たして、マナコマジック、炸裂なるかというところにね、ちょっとね、注目してみたいなというふうに思います。で、あんまりね、僕名前上がってなかったんですけれども、この、まあ、3強であったり4強、まあ、これに食い込んでくる大学ですよね。僕、創価大学ね、これワンチャンあるんじゃないかなっていうふうにも思うんですよね。これ、創価大学あんまり皆さんノーマークなんですけれども、これもね、何年前かな、箱根駅伝みたいに、ハマればね、これ創価大学もちょっと、面白くなってくるんじゃないかな、というふうにね、思うので、ちょっとこのあたり、皆さんも創価大学、注目ね、していただきたいな、というふうにね、思うんですけれども、いやー、これは楽しみですよね。で、やっぱ、あと、地方勢、はい。ね。地方勢の活躍。まあ、ここもね、まあ、南高、関東組。まあ、今回もね、出雲か。前回といいますか、10月の出雲ではね、やはり、関西学院大学が、関東組を、出しまして、しっかりと成績枠を、確保すると、いうところもありましたので、まあ、やっぱり地方のレベルもね、かなりどんどん上がってきてると思うんですよ。まあ、そういったところで地方勢の、この戦いぶりっていうのもね、しっかり。注目、していきたいなと。まあ、特に1区なんかね、まあ、IPU、まあ、今年結構話題ですけれども、谷水選手であったり、で、日本選抜ですけどね、全日本選抜ですけれども、関西大学の、亀田選手なんか、これもね、やはり、関東組1区区間賞候補、まあ、今年の1万メートル日本インカレもね、結果がそう証明してると思いますんで、まあ、この辺りでも面白いと。で、やっぱり、サレーですよね。第一工科大学。まあ、サレーの走りも、このあたりはね、ちょっと見逃せないんじゃないかなと。しっかりと1区から、レースをね、動かしてくるのはやはり、まあ、こういったね、選手なんじゃないかなっていうふうにも思いますので、しっかりとね、もう1区からちょっと、目が離せないなと、いうところもありますし、で、あと僕、山口県人じゃないですか。山口県人なんで、山口県の選手も当然注目したいと、いうことで、まあ、ちょっと調べました。調べてたところ、早稲田大学、勝負敦史選手、そして、中央大学、阿部春樹選手、はい、まあ、区間エントリーが当日変更なければですけどね、まあ、一応走る予定であると。で、あと全日本、選抜に花谷空選手、福岡大学の選手がしっかりとこちらもエントリーされていると、いうことなので、まあ、花谷選手もね、3000メートル障害で、しっかりとね、全国区で、活躍されている選手でもありますし、で実は僕、花谷選手と、多分中学校隣なんですよね。めちゃくちゃ地元、まあ、めちゃくちゃってわけでもいいですけど、近い、本当にね、本当に地元の、選手なので、で、福岡大学で今回出場すると
はい、いうことなの。まあ、去年は、徳山大学 OB、九州大学かな、吉岡選手が、出場してね、まあ、僕、個人的には盛り上がっていたんですけれども、今年は、ちょっと花谷選手がね、これ盛り上げてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、皆さん、花谷選手の、ね、しっかりと覚えて、応援していただければな、というふうに、思います。はい。まあまあ、本当に過去最高の、いや、本当にこれ大会記録、2年前のね、駒澤大学の大会記録を超える、記録が出てもおかしくない、夫人の、まあ今見た感じではね、駒澤大学、あると思いますんで、さあ、いや、今回また繰り上げスタートのね、浮き目に合うチームも何校か、出てしまうんじゃないかなというね、まあ不安もあるんですけれども、またまたこの、トップのね、チームのこの区間記録も、区間新記録ですよね。これも見てみたいなっていうところもあるので、さあさあ果たして当日、これね、どういった形で、終わるのかというのはね、本当に皆さん、注目が、集まるところではないかなと、いうふうに、思います。さあ、そしてね、そうなんですよ。で、結構また違うコメントの方なんですけれども、ザーさんこれ当日はどうされるんですかと、YouTube ライブやられるんですかというふうに、なね、声もあったんですけれども、ザー、今年は、今回ね、有観客開催と、いうことなので、現地観戦、してこようかなと思います。はい、すでにね、車の方も、チャーターといいますか、用意していただきまして、まあそうなんですよ。本当であればね、前日入りしたかったんですけれども、ちょっと、都合がつかず、当日入りになると。で、僕、広島に住んでるので、まあ、新幹線で、始発で行っても、名古屋に着くのが8時20分なんですよね。もう、スタートしてるんですよ。一区は。はい。スタートしてるんですよね。なので、まあそっからしかも追っかけて、行くことを考えると、まあやはり、まあ2区ギリ間に合うか。まあ3区には間に合うと思うんですけども、2区が微妙なライン。なので、まあ、まあ、三浦選手だったりね、まあ、佐藤圭太選手だったりって走り、本当見たいんですけれども、ね、このあたりちょっと、微妙かなというところがちょっと、まあ、心残りというかね、もっと早くつければっていうところがあるんですけれども、まあ今回は、ちょっとね、名古屋に着くのが、まあその時間でなってしまうのでね、まあまあ仕方がないなというふうには思うんですけど、まあまあ3区以降はもう全区間、僕は2019年に一回行ってるんですよね。やってるんですよ、その現地観戦。で、東海大の西田選手が走ってるところを応援してる僕がこのテレビで抜かれたっていう気づいた方は気づかれたと思うんですけど、抜かれたっていうこともあるんで、まあ今回もしっかりと。今回どうなんですか？声出して OK なんですかね？ちょっとわかんないですけどね。まあ声出してダメだって言われたら、まあ、メッセージボードというか、応援ボードでね、応援したいなというふうには思うんですけれども、まあしっかりと今回も、テレビに映ってね、ザワチャンネル、伊勢路に、爪痕を、残して、きたいなというふうに思います。まあもしも、沿道でね、お会いする方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、声をかけていただければな、というふうに、思います。飴ちゃん持っていきますんで、皆さん、飴あげます。飴のプレゼントがありますんで、ぜひぜひ、声かけていただければな、というふうに思います。まあ、多分シャツに、場内騒然っていう文字を書いた T シャツを着て応援してると思いますんで、まあ、すぐわかると思います。はい。すぐわかると思います。あ、ザワいるわ、みたいな感じで、すぐわかると思いますんでね。皆さんと一緒にね、選手たちを応援、したいなと。いうふうに、思います。そしてですよ。まあ、道場メンバーっていうのもすごくて、今回ね、まあ、前回はそうだったんですけど、元、関東学連の幹事長さんのナビゲーターと、いうことで、もう間違いはないです。もうコースに間違いはないと。いつもね、ありがとうございます。そして、もう一人、同乗者がいらっしゃいまして、なんと、全日本大学駅伝、まあ、大学名は伏せますけれども、優勝メンバーです。ちょっとね、縁がありまして、はい、このね、とある大学の、全日本大学駅で優勝メンバー、実は箱根も走ったことあるんでね、箱根も走ったことありますんで、こちらの方と一緒にね、車に乗って追っかけをしながら、伊勢神宮までね、行こうと、思っておりますので。いやちょっとね、盛り上がるんじゃないかなと。まあね、その優勝メンバーさんが実際走った区間とかっていうのはね、まあその、本人にしかわからないやっぱ体感であったり、まあそういうのもあると思うんで、まあそういう話もね、車に乗りながら聞けると思いますし、まあ僕も実際にね、やっぱり全日本大学で走ったことはないので、まあ実際どうなのかってね、やっぱわからないわけじゃないですか。まあそういった生の声が
聞けるっていうのはね、本当にね、大きいものだというふうに僕も思ってますんで、もう僕自身ちょっと明日のね、現地観戦もうワクワクが止まらないなと、いう、ちょっと出雲がね、国体の方に行っていたんで現地観戦できなかったんで、いや本当ね、やりたいなでやりたいなと思ってたんですけれども、ちょっと国体の方が、あったので、ちょっとね、出雲行けなかったんで、ちょっと本当寂しかったんですけれども、今回はもう、もう満を持してじゃないですけれどもね、しっかりと現地観戦、楽しんでい、きたいなというふうに、思います。いやー、誰なんでしょうかね、このね、一緒に行く伊勢路の、優勝メンバーですからね。いやー、これは本当貴重ですよ。いや本当にね、このザワチャンネルというものがね、もたらしてくれた縁であったり、まあつながりであったりだと僕は思って、もう財産だと僕は思ってるんでね、こういうつながりっていうのはね、本当にね、大事に、していきたいなと、いうふうに、思います。いや本当、まああと、まあゴールついたら、まあ各大学のね、まあ表情を見ながら、まあ反省会があるなら反省会をまあ聞きながら、でまあその後はね、伊勢神宮、お参りに行って、あとはおかげ横丁でね、まあ赤福を、ご馳走になりたいなと。で、まあスタバにも行きたいんですけどね、あるんですよ、そのおかげ横丁っていうね、伊勢神宮のところに、おかげ横丁という、まあ、お土産物街っていうか、まあ、あるんですけど、ちょっと賑やかなところがあるんですけれども、まあ、そこに今、スタバがあるんですよね。最近で、去年オープンしたのかな、ちょっと忘れましたけれども、まあ、最近オープンいたしまして、まあ、そこに行ってみたいなと思うんですけど、まあ、間違いなく日曜日で、全日本大学駅伝もやっている、めちゃくちゃ多分混んでると思うんで、まあまあ、ちょっと、まだ決めてないんですよ。その、伊勢に泊まるか、まあもう、その日に帰って、どうしようかっていうのはまだ決めてないんですけれどもね。まあ、その当日の、テンションを見て、まあ、とある大学の、ちょっと反省会といいますか、まあ、慰労会に僕、参加予定でございますので、まあ、それをしっかりと、言ってですね、そこからまた考えてみたいなと、いうふうに、思います。まあ、当日、現地観戦のですね、まあ、レビュー動画じゃないですけれどもね、動画しっかり撮ってね、これまた、新しく動画としてね、上げていきたいなと思いますので、ぜひぜひそちらの動画も、まあそうですね、火曜日ぐらいには上げたいなというふうに思ってますんで、はい、全日本大学駅で学年幹事長と優勝メンバーと、回ってみた、レース終盤に衝撃の展開がみたいな感じで動画ができればなというふうに思ってますのでね、皆さんもぜひぜひ、お楽しみに、していただきたいなというふうに、思います。これを聞いてる方でもね、かなり現地観戦行きますよっていう方ね、いらっしゃると思いますんで、ぜひぜひコメントの方で、僕も行きます、何区で待ってますみたいなね、声があれば、ぜひぜひどしどしお寄せいただければなというふうに思います。いやー、本当にね、まあ11月もまあこれが終わったらね、またすぐ、ほとんど僕毎週レース、現地観戦、予定組んでるので、ほぼ週末はね、家を空けて現地観戦行くと思いますのでね、またまたその先々で、試合会場でお会いすることができれば、皆さん、またね、お声かけていただければ、僕もね、やっぱり嬉しいですからね。まあ、これこそやっぱりね、YouTube のといいますか、醍醐味だと僕はね、思ってますんで、もっとね、多くの、陸上ファンの方と僕もつながりたいと、思ってますので、そしてね、皆さんで一緒に、陸上、そして駅伝、盛り上げていきたいなというふうに思います。さあ、まあ長々とね、話しましたけれども、第15回、陸上魂いかがだったでしょうか。まあ、また来週もね、またね、気になる選手、そして気になる、記録が出ればね、またこういったラジオ形式でね、しっかりとこう発信していきたいと思いますので、これからもザチャンネル陸上魂よろしくお願いいたします。それでは、また来週次回の、陸上魂でお会いしましょう。そして、全日本大学駅伝一緒に楽しみましょう。ザワチャンネルでした。